ヤンデレが好きになった原因のアニメって何ですか？なんだろう。ヤンデレが出てくるアニメ、未来日記とか、その東京ミュウミュウのキッシュとか、あとアムネシアっていう、今日なんか乙女ゲーっていうのがさ、ツイッターのになんか日本のトレンドに入ってたのかな。そうそう、なんかトレンドに入ってて、ツイッター見てたんだけど、トレンド乙女ゲームといえば、アニメで見てたのがアムネシアってみんな知ってるかな。アムネシアっていう乙女ゲームがありまして、私はアニメゲームをやってないんだけど、そうそう、アムネシア、さ、スペードの世界観とか、そう、アムネシアがすごい好きで、その中にトーマっていうキャラがいるんですけど、トーマさんは金髪のキャラがいるんですけど、そのトーマ氏はね、トーマさんはね、主人公の女の子が、まあ、すごい、こう、何？女の子たちから嫌がらせをすごい受けるんですよ。それに対して主人公ちゃんを守ろうと、俺が守ってあげるからって言って、自分のアパートに、主人公ちゃんを閉じ込めるっていう自分の自室にライオン一匹を飼えるぐらいの檻の中にその女の子の主人公ちゃんを閉じ込めて、お前は俺が守るよって言ってでも私そのアニメ見た時にすごいときめいて、閉じ込められたいって思ってしまったんだよね。ぜひ見てない人は見てみてください。アムネシア、アムネシアは本当に出てくる人物がヤンデレが多い右京さんって、右京ってキャラもね、そうだね、だいぶ狂ってる、ときめくただのやばいやつじゃん。アムネシアメモメモしといてください。 YouTube さんでまた調べてみてください。